皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、オンラインレッスンで人気になる教室とリピートされない教室の違いを知る、うまくいく7つの成功法則ということについてお話をしてみたいと思います。実は、最近ですね、私のクライアントさんがもうほぼ一斉に、オンラインレッスンないしはオンライン講座の方の構築に取り掛かってもらっていて、私も授業参観的にいろいろな教室を回っているんですけれども、その時にですね、いろいろ気づいたことをコンサルタントのマーケティング目線と、あと実務レベル、要は一般消費者として、クライアント生徒さんとして参加した時の目線と両方の方でアドバイスをしているんですけれども、で、当然このままだと一回来たらそれで終わるよねっていうことはリピートされるように指導はしていくわけなんですけど、その時に見えたこと、要はリピートされない、一回で多分終わっちゃうかもしれないなって思う、要は、来た生徒さんが不満足に終わる可能性が高いところを、全部潰していくアドバイスをしているんですね。で、それによって、直してもらってよりレッスンにブラッシュアップをしてもらってる中で気づいた、要はうまくいく教室とうまくいかない教室っていう、レッスンと言えばいいんでしょうか。それが見えてきた、注意点ですね。このあたりを注意したらいいんじゃないのかなって思ったことから導き出す、現状で、まだ過渡期、初期の段階でのオンラインレッスンのうまくいく7つの成功法則というものを実務的な面と、あとマーケティングな面ですね、この2つの方向からお話をしてみたいと思います。では本題に入ります。まずですね、実務的な面、マーケティングな面と実務的な面っていうのはちょっとお話が違います。マーケティングっていうのは売れていくための仕組みを作ることで考えなきゃいけない企画の部分なんですね。ここを考えながらまだオンラインレッスン組んでる方っていうのはそんなに多くないと思うんですよ。で、それも必要なんでちょっとお伝えしていこうかなと思っているのと、あと実務的な面ですね。これは割と簡単に直していけると思います。実務としてどうだったかっていうことから、こういうレッスンの方がきっといいよねっていうアドバイスみたいな形なんで、こちらはそんなに難しくないです。マーケティングの方は少し難しいです。頭結構使わなくちゃいけなくて、頭を使うっていうのは学術ができるとか、そういう意味じゃないです。計算ができるとかっていう意味じゃなくて、お客様の視点でどれだけ頭をぐちゃぐちゃに柔らかくして考えることができるかっていう、その視点におそらくなってくると思います。なので、じゃあまず実務的な面からいきたいと思います。で、この実務の面から考える上で、まず一番最初に大前提として知っててほしいのが、今までやってた対面レッスンを単にオンラインに変えればいいでしょうっていう考え方は多分捨てた方がいいと思ってます。なぜならば、全く違うものとして考えてレッスンを構築しなくてはいけないなっていうのを考えているからです。一番大きな違いは生徒さんの家にある道具ですね。これが教室とはまず違うっていうことが大前提で考えた方がいい。例えばオーブンで、ガスオーブンが先生のところが当たり前でも、生徒さんのところがガスと電気と多分半々か、これパンの場合ですね、そういうの持ってない方はほぼ電気オーブンになるはず。しかもその出力パワーっていうのが、いつの時代に買った、どんなメーカーでどんな品番なのかっていうことで違っちゃうので、単に調整温度が220度っていうのを仮に料理の場合指示したとしても、オーブンの出力パワーが何年前のオーブンなのかによって同じ220度が全部違ってくる可能性があるっていうことと、あとはその温度を出していくのが得意なメーカーとそうでないメーカーとかがあって、これはちょっとマニアックな話になりますけれども、パンの時に、今はちょっと私もパンも離れてしまったんでわからないんですが、当時は東芝の石窯オーブンかナショナルパナソニックのビストロ、この辺りがこう品番、新しい新製品を出すごとにこうどっちがいいどっちがいいって、私も一時期追っかけてよく買い替えしてたんですけど、石窯オーブンがいいよねとか、今やビストロがいいとかね、
それはパンの先生に限るところのね、話でやってたんですよ。で、温度がきれいによく出るっていうのが、やはり重要視されるような料理のポイントだったりすると、まあ、例えばオーブンメーターとかっていうのがあって、中の温度を測ってもらうとか、そういうとこまでパンのレッスンだったらやってました。でも、例えばその場非常に広がるとか、オンラインレッスンやったことない人がゾロゾロ入ってくるとなると、その道具のことの理解とかも含めた状態で想像力を働かせながらやらなくてはいけないシーンも出てきますので、まず大前提として、対面をそのまんまオンラインにっていうのは慣れた人でないと無理っていうことですね。その、オンラインのレッスン形式に慣れた人が育っていったら、昔の対面でやってたものがオンラインできるかもしれないっていうぐらい、習う側としてのハードルが高いです。私もたくさん、もうどれぐらい出てるかな、どれぐらい出てるんだろう、なんか毎日あちこち出てるんで忘れちゃいましたけれども、まあ、出てるんですよ。結構いろんな種類のいろんなレッスン、材料の買い出しも含めて、道具の準備も含めて面倒だなぁと思うシーンも結構多くありました。だから、それを生徒さんにさせるっていうことを考えると、ただでさえ Zoom とかっていう使い慣れてない、ビデオチャットシステムを使わせるっていうことですら相当ハードルが高いです。皆さんはパソコンを扱っていたりとかしたとしても、生徒さんがノートパソコン全員持ってるわけじゃなくて、通常は iPhone、 ちょっと頑張って iPad ですね。もう画面がめちゃめちゃ小さいです。その中で大きくするにはこういうやり方をしてくださいねって言ったとしてもですね、それをタップさせながら、こっちの、実際の調理料理ないしはハンドメイドでもいいんですけど、させていくっていうのはなかなか大変なんですよ。だから全く違うものであるっていうのをまず大前提に、だから組み直し、作り直しっていうのを考えた方がいいっていうのがまず前提で知っててほしいです。その上で7つのコツをお伝えしたいと思います。まずですね、1点目、レッスンの組み立て構成ですね。組み立て構成で、これは誰に何をっていう、まあ、コンセプトに近いところが必要になってくるんですけど、オンラインレッスンにおいても全く一緒です。で、対象を絞る必要があるんですよ。なぜ対象を絞る必要があるかっていうと、レベルを揃える必要があるからです。レベルが揃ってないとですね、できちゃう人は暇なんですよ、オンラインレッスン上で。こうやって待ってる。で、できない人は慌てて焦ってついていかないといけなくて、もうドキドキしちゃう。ただでさえ機械の操作もできないのに、覚えようとする、それすらできない。となると、両方にとって良くないんですよ。できちゃう人にとってはつまんないっていう不満足、できない人にとっては追いつけないっていう不満足、どっちも次リピートしません。なので、基本ゴールは楽しかったねっていうところに持っていくためには、レベルを揃えておかなくちゃいけないので、これ結構大変なんですよ。初心者は揃わないじゃないかっていうことですよね。はい、だったら一番低いところに合わせた状態の体験会からスタートしないと難しいっていうことになってきます。なので、まず組み立て、レッスンの組み立てはレベルを揃える、これがまず第一に大切になってくる点です。2番目に大事なのが、これが案外見落とされがちなんですけれども、話し方ですね。話し方何それみたいな感じなんですけれども、対面で話すよりも、より声が通りクリアである状態が、Zoom とかのオンラインでは必要になってきます。ということは、まず機材に頼るんだったらマイクの性能を良くする必要があります。もしかしたら外付けマイクを買わないといけないかもしれません。で、声が小さい方って自覚があるかどうかは分からないんですけど、発音ですね。お腹から声を出してきちんと届く声で喋るっていう訓練が場合によっては必要になります。マイクでどうにかなればもちろんそれで構いません。あとは早口の人は少しゆっくりめに喋る癖が必要になるかもしれません。実は私、これ普段の私の喋り方よりゆっくり喋ってます。動画だからです。聞き取りづらかったりすることも想定して、身振り、手振り、ジェスチャーも含めてお伝えして、視覚的に伝わらないといけないんですよね。しかもこの画面の中でです。これもポイントなんですよ。こう離れたところでやってもダメで、だから道具とかを持って説明する時も、
こういう形で持たないといけないです。こうやったら見えないから。なので、この範囲の中で収めるっていう喋り方をしなくちゃいけないし、見本を見せる時もここでこうやって見せていかないといけないんです。その画面構成を理解して伝えていくっていう時に、同時に声がクリアである、少しゆっくりめに喋る、文節を切りながら分かりやすく伝えていく。電波状況が悪いと音がかぶっちゃうんですよね。で、早口で喋ってしまうと聞き取れなくなるので、必要以上にゆっくり喋る方が伝わります。今かなりゆっくり喋ってます。だから、ゆっくり喋るっていうことが伝わる一つのポイントになるっていうこと。あと、声がクリアで通りやすい、しっかり語尾を伝える、これまた別のスキルになります。これ2点目。で、3点目、想像力です。画面の向こうにいる生徒さんは、あなたが想像している以上に負荷がかかった状態でレッスンに参加しているっていうことを理解してほしいんです。っていうのが、例えば、まず参加するために必要な、先生が慣れていてパソコンを使いながらレッスンを展開しているかもしれませんけど、スマホで、タブレットで、パソコンで、どれで参加しているかわからないんです。特にスマホの人が一番大変です、ズームのレッスンって。画面の切り替えが本当に大変で、小さいものを大きくしながらとか見ていくっていうのがとても大変で、みんなと交流していくっていうのも大変で、チャットとか何か言葉を打ち込んでください。これもまた大変なんです。だから、なるべく負荷をかけないで分かりやすくしてもらうようにっていうことをこちら側が心がけないといけないので、リアルのレッスンよりもオンラインの方がすごく大変で、見えない分想像力を働かせてあげないといけないんですね。デモンストレーションも一気にたくさんしすぎると、じゃあまず最初にデモしますねっていうのが多すぎると、頭がついていきません。メモも取れないし、なかなか。そうすると、短めのデモンストレーションで、じゃあついてきてください、一緒にやりましょうとかね。割と短めに切ってもらう方がデモンストレーションは分かりやすいです。多分これはまた対面と違うところかなっていうのをすごく感じるところですね。で、もしかしてなんですけど、本当は一緒にやるタイプのもので、一緒に作るようなタイプのものはデモンストレーション用と一緒に作る用と2つあるぐらいが親切だと私は思っています。お花にしても料理にしてもです。デモンストレーションでまずパワーってやりますよっていう工程を見せて、じゃあ一緒にやってみましょうっていうのがあると、とても理解が深まります。で、いろんな講座出てるんですけれども、デモンストレーション型も悪くはないんですけど、一緒にやった達成感と臨場感があるのは一緒にやっていくタイプ。パンは結構難しいんですけどね、発酵が入ってしまうので。ですので、その内容を理解した上でのレッスン組み立てで、あとはですね、いかがですか、どうですかっていうのは、参加者を気にしてるような感じにもなるんですが、聞いてる側の目線からするとすごく急かされてる感があります。私できてないんだ、遅いんだみたいな。そうすると、できなかったっていう印象が残ると、次のレッスンは参加しないと思います。なぜならば、そこにいるみんなが待ってるのが見えちゃったりすると、あ、私入ったことによって迷惑かけちゃったな、だからレベルを揃える必要があります。なので、初心者、めっちゃ初心者とか、すごい上級者の人は、分かったら次上級者クラスに入ってもらうとか分けないと、ズームレッスン、オンラインレッスンの場合には難しいなっていうのを非常に、感じています。なので、想像力が先生に必要になるなという感覚があるのが3番目です。で、4番目、こちらが準備ですね。先生が準備をする時にはいいんですよ。対面の時に教室に来てもらって全部整った状態で作っていける。これは先生がやるから全然構わないんですけど、向こう側にいる、画面の向こう側にいる生徒さんにさせる準備っていうのは極力少ない方がいいです。難しいものを作るものは、慣れてって上級クラスになった人は難しいものとか道具も含めてなんですけどね、準備してもらうのは構わないと思うんですけれども、やはり簡単な方が参加はしやすいですね。
うちはスーパーが目の前にあるんですけれども、そのスーパーでさえこの書かれたレシピのものを買い揃えに行くのは何気に負荷がかかりますね。そしてなかったりするんですよ、指定されてるものが。そうすると代案とか書いといてもらわないとですね、揃えるの、じゃあ何これ、味壊さないようにするためには何がいいんだとかっていう、そういう迷いとかあると、お買い物に時間がかかるのもストレスになりますね。そうするとやっぱ難しそうな講座だと、やっぱちょっと、次参加するのやめとこうかなっていう感じになったりとか、あとパンは仕方がないんですけどね、好きな人じゃないと無理なのが前ごねですね。前日の夜こねておくとか、当日の朝スタート前の何時までに上がるようにこねてください。これなかなかハードル高いですね。なので一緒にこねていく方がいいんですけど、発酵時間が退屈すぎるので、ここを喋りとかでどうにかするのかとか、いろいろとパンが一番私はお料理系では大変かなっていうのは準備の部分では思ってます。で、他の部分に考えると、キットを送ってくださる先生もいらっしゃいました。お花の先生とかね。あとはまあこれから考えている部分で、例えば地元の野菜で美味しい野菜とかっていうものを同時に届けるっていうキットみたいな形でっていうのを展開を考えていらっしゃる先生もいらっしゃって、私は個人的な意見では、その高くなってもキットが揃うっていう状態で、はいスタートできるっていうふうになってるのはやっぱり嬉しいかなっていうところですね。まあ、これは誰をターゲットにするのか、安くても自分でお買い物をしながらするのは楽しいしやりたいっていう人向けに作っていくのか、もうそういうのももう大変だからキット送ってくれっていう人を対象にするのか、まあ、どっちにするのかで組み立てが変わってしまうので、ただ一つ言えるのが、準備は簡単な方がいいです。これ準備がすごく大変だと、そもそもオンラインレッスンに入ろうっていうのが気持ちが慣れてしまうから。なので、準備は簡単な方がいいなっていうことですね。で、5つ目はですね、時間です。これがですね、またね、対面とオンラインは疲れ度合いが違うんですよ。先生の疲れ度合いも違うし、参加のしてる方の疲れ度合いも違います。操作をしながら、手元を動かしながらとかになるので、1時間から1時間半で組めるのが本来理想ですね。2時間はまあ仕方がないっていう感じなんですけど、やっぱキッチンで調理でそこに立ちっぱなしで2時間いるっていうのは何気につらいですね。椅子とかも用意してやってますけどね。教室とかは立ったり座ったりっていうのがやはりあるんでしょうけど、調理しながらやっていく食事系のものとかは、キッチンにやっぱ立ちっぱなしで2時間で、しかも操作をしながら、わさわさやりながらっていうのは何気にしんどいなっていう感じなので、なるべく1時間から1時間半ぐらいに終わってもらうのが、集中力も持つなっていう感覚があるのが、5つ目の話です。あと6つ目、これも意外なところなんですけど、レッスン会場に行かないので、家でその生徒さんがやる場合に家族の目っていうのが入ってきます。特に旦那さんがリモートワークで家にいるような場合、お子さんが登校がねできない状態で家にいる場合、その目線を気にしながら習わないといけないので、そこに対して罪悪感を感じないようなタイプのレッスン、要は家族を巻き込んでも楽しめるようなものっていうのを考えるのも一つだし、出来上がった成果物、食事の場合には家族で楽しめるっていうものを作る、提供するっていうのも結構必要かなというふうに思っています。なので参加することに罪悪感を感じてしまうようなタイプのものは、レッスンとして募集をしていく上では難しそうだなという感覚があります。あとはですね、これが多分7番目、一番大事なことなんですけど、リピートするかしないかの一番大きな肝になる部分です。それは成功体験をさせることになります。要は楽しかったなっていう終わりで締めくくれるかどうかなんですよ。先生って親切だから、すごいこういろんなことをいっぱい教えようとするんですけど、だからこんな簡単なものだと、満足してもらえないんじゃないかって思っちゃうんですけど、それよりも楽しかったっていう体験が1回目はゴールですね、オンラインレッスンの場合には。
体験会とか特に簡単なものでもいいから、楽しかったっていうゴールに導けるかどうか、楽しくないと次ないですからね。ここがポイントになります。だからすごいこうオーバースペックで教えたがる先生は、逆にそれを消化しきれなかった生徒さんがいると、やっぱり次につながらないんですよ。だから楽しいという成功体験をゴールにした場合に、どういうレッスンの組み方がいいのかっていうのを考える。これがおそらく一番大事になるところ、7番目ですね。はい。で、以上が実務上の、面で大切なことになります。じゃあ今度マーケティングっていうもう一つの側面からね、案内をしてみます。マーケティングっていう部分で考えた場合にですね、一番ベースになる考え方がプロダクトアウト、マーケットインっていう、マーケティングの言葉であるので、解説するんですけど、プロダクトアウトっていうのは、製品主導から、世間にこう売っていくっていう、昔のタイプのもの、工場生産出荷みたいなイメージですね。要はメーカー側が主導権を持って、こういうものが売れるんじゃないか、いいだろうって言ってこう商品を出していくっていう、プロダクトアウト型っていうんですけれども、今までの教室業もおそらくプロダクトアウト型だったと思います。天然酵母が習えますとか、こういった成形ができますとか、こういう材料を使い、国産小麦を使ったレッスンができますとか、米粉ノングルテンができます。これがおそらくプロダクトアウト型だったと思うし、もちろんこれでも売れてる教室とかはいます。ですけれども、多分オンラインレッスンになっていく時には、プロダクトアウト型じゃなくて、やっぱりマーケットインですね。マーケットインっていうのは、その世間の人々、ないしは自分がターゲットにする方々が望むものを提供していくっていうのがマーケットインになってきます。じゃあ具体的にどういうことをするかっていうと、テーマとか何かそういったものが教室のレッスンと絡んでくる必要があるという考え方になります。私のクライアントさんにはよくね、そのマーケットインの考え方と私がアイディアをよく出しているので、皆さんそっちの方向でやっていっていただくことがね、多いんですけれども、例えばですね、マーケットインをするときに、自分の生徒さんの望みからでもちろんやるのもいいし、世間の情勢から判断するに求められるものをさらにブラッシュアップして、自分なりきにアレンジを加えたものを出していく。だからプロダクトアウト型より全然スキルが必要になる。スキルっていうのは頭考える柔軟性ですね。これが必要になってくるんですけど、例えば、また最近で言うとコロナの件があるので、どういう状態が今なってくるかっていうと、家飲みですね。オンライン飲み会っていうのが非常に盛んになってます。オンライン飲み会が盛んになっていて、かつ家飲みでね、ただそこで集まるだけだと面白くないからって言って、コスプレも流行ってるらしいです。余談ですけど、私の家にあるドレスたちが役に立つ日が来るんじゃなかろうかと 思いますけどね。その変わった格好で要は画面に出るっていうことで、その楽しさを伝えるっていうね、家飲み需要でもしかしたらコスプレ業界が売れていくんじゃないかっていうのをちょっと密かに思ってるんですけどもね。じゃあ家飲みっていうのを考えた時に、おつまみっていうのが当然そこには出てくる。ということは、もしかしたらおつまみ需要があるかもしれない。ということは、家飲み、宅飲みでみんなで楽しくできるおつまみレシピっていうのが売れていくかもしれないですね。はい。それは家飲みっていうキーワードから考えるマーケットイン的なレッスンの組み方です。あとはストレスっていう、要は家にこもっているのが長いからストレスが強くなる。で、しかも例えばお母さんは3食作らなくちゃ急に行けなくなる。旦那さん、お子さんって、それでも献立が疲弊する、考えるのが疲れる。ということは、それを助けてあげるような献立を提案するような教室、レッスンっていうのもありなんじゃないかとか。あとはコロナ太りっていう言葉も、キーワードで出てきてます。コロナ太りっていうのがキーワードだと、やっぱダイエットとか、あとは健康的な食事を食べていくっていうことをやるレッスンですね。だ、それはコロナ太りというキーワードから来る、ダイエットなのか、マクロビオティックなのか、いろいろと、どうの切り口に誰に何をっていうのは変わらないんですけど、
それを伝えていくっていう必要があるかもしれません。あと、まあちょっと若干物騒なんですけどね、コロナ離婚っていう言葉もあります。別にね、コロナがなくても離婚してた可能性が高いんですよ 正直言うとね。だけど要は一緒にいる時間が長くなったことによって、相手の考え方とか思想とかいろいろ見えすぎちゃって、もう一緒にいられないみたいな。で、本当に一緒にいられないでももちろん構わないですよ。ただ離婚しても行く場所今なければ、折り合いつけるしかない。離婚してもどこかに行ける経済力がある人は賃貸借りれると思います。だけれども、それもできなければ一緒にいるしかないとなると、少しでもうまく一緒に入れた方がいいですよね。ということで、カウンセリングとかそういった業種業態の人は、そこにフォーカスした商品構成を、商品っていうかサービスですね、構成をしていく。で、この時によく勘違いされるのが、なんか人の弱みにつけ込んでるみたいで嫌ですとかってね、言う人いるんですけど、つけ込むっていうふうに思う、その思想そのものがどちらかっていうと問題だと思っていて、困ってる人が困ってる状態でサービスを必要とするから、その必要なサービスを提供する、見せるっていうことだけで、つけ込むっていうふうに思うのであれば、じゃあ無償で、その方にね、余裕があるんだったら無償で相談に乗ってあげればいい。それしたらつけ込むっていう言葉はなくなると思いますよね。そこで自分の中で稼ぐ、ないしお金を取る、いただくっていうことにやましい気持ちがあるから、つけ込むっていう言葉を多分使うんだと思ってるんですよ。だって無料で相談に乗ってあげれば、誰もつけ込むなんて思わないし、ありがとうって感謝されるだけなので、余裕がある方はぜひそれをやっていただいたらいいと思うので、そしたらつけ込むっていう言葉がなくなると思います。払える方は払ったらいいし、払えない方をじゃあボランティアでね、見てあげようってしてあげればよくって、要は自分の中にあるスキルをどうやって社会に還元するかっていう切り口をお伝えしているだけなので、余裕がある方はそれをやったらいいと思います。余裕がない方は、当然それによって家計を助けてるっていうことになれば、そのお金っていうものを還元していかなくちゃいけないので、お金をいただく必要はあると思います。で、全ての人が等しく、全員全くお金がないかっていうと、確かに全世界的に景気ダウンにはなってるのは間違いないんですけれども、例えばさっきみたいに家飲み事情とかで、お酒の家で飲むっていうことだから、ビールとかそういったものの需要が上がってるっていうデータもありますし、家でいるっていうことでゲームとかオンラインゲームも含めてですけど、そういったものが需要で上がっていくっていうことで、で、そういうゲーム機器が売れたりとかですね、していくようなものがあったりとかするわけですよ。で、あと電子書籍でいうとコミックが売れてるとかね。なので、全てが全部ダメになるわけじゃなくて、消費として人の行動がどうなっているのかっていうのを見極める目と、それと自分の業界をくっつけるっていう柔軟性があるかどうかっていうことですよね。これは例えば私のアイデアベースですけれども、飲食店が今大打撃を受けてます。で、飲食店で、融資をね、受けてどうにか生き残ろうとかってしてるっていうのも聞くし、テイクアウトを頑張ってるっていうのも聞くんですけれども、私は特に教室業寄りのコンサルタントなので、だったら飲食店の人も教室業みたいなことをやればいいのにって思ったりするんですよ。もちろんその整備とか整えなきゃいけないウェブサイトと作んなきゃいけないものはありますよ。だけれども、飲食店の人ってそのオリジナルの味を持ってるわけじゃないですか。その飲食店の、そのノウハウを教室風にして、一般人で今食べに行けないけれども、それ食べたかったんだよねっていう、レシピをね、全部伝えることはできないのは分かってます。だから一般人向けにちょっとアレンジしたもので、で、もっとお店がちょっとオープンしたら、本当に美味しい、自分のところだけでできるものを食べさせるよっていう前提で、今は教えるっていうことで少しでも売上貢献できないかとか考えるとか。であれば、厨房はあるわけで、それを家庭でできるような形にすることがあれば、例えばそもそも常連さんがいて、ファンがいて、いや、今閉めちゃっていけないから寂しいよねっていう人、連絡がつく人がいれば、もともとそういうのを作っていたかどうかは分かりませんけど、そのリストっていうものの生命線の大事さを分かっている方がいれば、それはあり得ますよね。だから飲食店、何？は？教室業？とかって思う。私だったらそこを提案しますね。
教室のコンサルタントですからね。で、教室の先生が逆に近くの飲食店の人ですごく苦しんでる人、もうニッチもサッチもいかない人が、教室の先生が教室業の行い方を飲食店の人に教えたっていいじゃないですか。別に一般人じゃなくたって。そうするとその人が救われたらそれでいい。まあライバルをもしかしたら作っちゃうことになるかもしれませんけど、多分集客する相手がおそらく違うなっていうふうに思っていて、うん、だからまあライブになるのかなんないのか、でもまあなんないと思いますね。全然目指すべきところと相手が違いますから。なぜライバルっていうかね、囲い込みって考えるのかっていうと、その一人の人っていうのは一つの教室からだけサービスを受けないっていうことですよ。気に入れば一人の人が何箇所だって受ける場合だってあれば、ライバルになるようでならないなっていうのが私の考え方の一個です。あとは例えば野菜農家、野菜の出荷が止まってホテルとか大手のところから止まって、すごく育てて丹精込めて育ててきたいい野菜とかを廃棄しなきゃいけないっていう状況になってる。で、廃棄なのであればそれを例えば、自分のね教室と提携して、その野菜を出荷した状態で教える野菜料理とかできないかっていう、その農家の人とかを救ってあげるみたいなこととかもね含めた状態でオンラインレッスン組めないのか、これも多分私がもし今教室業をやっていたらきっと考えます。野菜じゃなくてもいいですよ、果物農家でもお花でもいいですけど、そういうところと提携して出荷をしながらみんなでいい状態を作れないか。で、そのキーワードは社会情勢の中での困りごとです。困りごとを解決するサービスをどうやって作るのかっていう、この視点があるかないかが、教室業であってもおそらくビジネス寄りに考えるんだったらプロダクトアウトじゃなくてマーケットインの考え方で、講座構築、これは私はオンラインレッスンにはおそらく必要になってくるんじゃないかなっていうふうに考えています。で、これを組み込むことができると、まずは、生徒さんと全く会えない状態が解消されます。生徒さんにももちろんオンラインに入ってきてもらわなきゃいけないんだけれども、まずはズームとかそういうオンラインの仕組みに慣れてもらう。だから飲み会でもお茶会でも何でもいいと思います。で、その後体験会みたいなもので、これから必ず成功体験を身につけてもらうっていうことですね。成功するんだっていうのが理解できたら、その成功体験で次へつながると思います。教室の場合だったらさらにもっと難しいレッスンで回していきますね。そしてやっとリアル対面っていうものが、会えるようになってきたりとかするときに、やっと普通の教室運営に戻ってくると思います。で、例えばそれが飲食店だった場合にも、普通に飲食店にまた戻ってきてもらう。そのつねぎの段階をどういうふうに組んでいくか、組み立てるかっていうために、オンラインレッスンっていうのを使ったらいいなっていうふうに考えています。ただ、これは、有事のことを、こういういろんなことがあった時用に、ずっと手元にスキルとして持っておいたらいいと思うし、それは学ぶべき時期は今なんじゃないのかなっていうふうには個人的に思ってます。はい、ということで、まとめます。まず一つ目、実務的な部分ですね。実務的な部分で、オンラインレッスン、うまくいくオンラインレッスンの組み方、レッスンの組み立て、誰に何をという対象を絞ること、レベルを合わせること。二つ目、先生の話し方、声がクリアで文節が分かりやすい。三つ目、生徒さんが向こうで苦しんでるかもしれないし大変かもしれないっていう想像力、これを持って。で、4つ目、準備はなるべく簡単な方がいい。5つ目、時間はあまり長いとオンラインレッスンには向かない。6つ目、家族への罪悪感を解いてあげる。7つ目、成功体験をさせる。これがまず実務的な面で必要な部分です。で、マーケティングの面、もう一つの側面ですね。こちらはプロダクトアウトの考え方ではなく、マーケットインの考え方でレッスンを組み立てる。これが必要になってきます。ですので、オンラインレッスンはまとめて言うと、多分対面型よりスキルが必要になります。オンラインだから簡単に済むかっていうふうに思ってる人は、多分それはリピートされないレッスンを作るタイプの人で、リピートされるレッスンを作る人は、あ、対面よりさらに大変だ、じゃあもっと満足してもらうように頑張ってブラッシュアップしていこうと考えるはずなので、ぜひこの動画を見ている皆さんはそちらの方の
観点からオンラインレッスンを組んでいただけたらいいかなと思い、こちらの方の、お話をしてみました。ぜひ頑張ってみてください。それでは。